ているルール、白帯から黄色帯、まあ、7球ぐらいまでですねは顔面なしのいわゆるフルコンルールであります。その上からはこのルールになっています。マスク、それからオープンフィンガーグローブ、まあ、今日はちょっと違うものつけてますが、あとはレガース、それからファールバックをつけて、禁止技をなるべく少なくしています。ちょっと向かい合って、まず先に反則技について、はい、筋的蹴り反則です。関節蹴り、はい、反則です。それから後ろに行く、はい、背面部への打撃、はい、はい、見てください。はい、倒れた相手への過激、これ禁止です。ただ足払いなどでこかした時、はい、足払いなどでこかした時すぐに決めに行くのは必須です。ちゃんととどめさせるようにという趣旨です。はい、では有効技は何かというところで説明していきます。まず手技、あらゆる手技攻撃、禁止部位を除く。なので背面部と筋的以外は手技すべて OK です。なので例えば具体的にはパンチ、はい、手刀、抜き手、あんまりやんないかな、あと背刀、鉄槌、肘などです。あと喉は一応禁止してます。それから頭突きも OK です。頭突きから投げに行くのも OK です。そして蹴り技について、はい、蹴り技については筋的蹴り、関節蹴り、この2つを除いた全ての攻撃を認めます。これに対して掴むことも OK です。掴んで投げてもいいです、はい、そこから寝技に入ってもいいです。ただし必要な掴みなどはしないように3秒程度という制限も設けています。寝技に関しても20秒程度です。ルール大体これで、あとは立ち関節技ここ決めたりするのは OK なんですけど、体重をかけて潰すとか危ないのでこの辺は禁止しています。なので怪我をしないように最低限の縛りでやれるようにという趣旨です。では実際にやってみましょう。時計大丈夫だ、はい、はい、お互いにレイ、はい、構えて始め、今後変わってくる可能性はありますが、現在のところ採用しているがこういうものです。興味があったら聞いてください。他にもいろいろ疑問点があるかもしれませんが、基本的には日曜日の1時、ここか上、あとは水曜日ちょっと別のところでやってます、夜ですか、
詳細をお問い合わせください。では、ありがとうございました。